え、こんにちは。即課塾の久保です。今日は日銀単観についてちょっとお話していこうかと思います。日銀単観とはで検索するとね、こういう風な検索結果出ますんで、ここから見ていきましょう。単管とは何ですかと書いてます。単管と読みます。は、正式名称を全国企業短期経済観測値と言いますえ。統計法に基づいて日銀が行う 統計調査でありうんぬんかんぬんと書いてますよねまあとても大事な FX での材料になるということだけ頭に入れといてくださいえそしてこのように、えー、4つの代表的な質問がありましてそれぞれ回答を見ていきましょう日銀単価は年に何回あるのってことですけども実はね7月1日に日銀単価あるんですよつまり今日ですよねちょっと開いてみましょうはい日銀単価36912月 景気の現状と先行きについて企業に直接アンケート調査をしその集計結果や分析結果をもとに日本の経済を観測するもので正式には何とかかんとかと言いますって書いてますよねですので6月まとめたものを7月1日に出るということではないかなということですねで「日銀単価何が分かる日銀単価の読み方は日銀単価の特徴は?」といろいろ書いてますけども今回全部やったらね時間がなくなっちゃいますので日銀単価の特徴について見てみましょう はい、日銀短観は調査から公表までの期間が短いため速報性が高く市場参加者の注目度が高い経済指標となってますまた国内外で広く利用されており海外では短観の名称で知られているということでございますでね、えー、結局この日銀短観っていうのが7月1日に本日出るということはね、えー、これ相場が変動しやすいファンダメンタルズになってくるわけなんですよ で、それに相まって、7月1日という月の初め。まあ、6月30日もそうなんですけども、こういった、あの、思いもかけない資金が入ったり出たりしやすい日っていうのは、私は FX のね、取引を、まあまあ、控えた方がいいかなと思ってるんですよ。で、今回みたいに、単価もあれば、月の初めということもあれば、うん、材料が集まりやすい7月1日になってますんで、今日はですね、まあ、そこそこ、 お相場は見るんですけども、おなんかね、意識を、ちょっとその、FX の相場の外に置いてですね、えー、これから始まる夏に向かって、えー、そして7月8月はどのようにね、えー、FX をね、やっていこうかな、学んでいこうかなってことに、ちょっとね、気を軽くして、チャートを離れてね、えー、なんか綺麗な景色を見て、愛の一匹でも食べて、心を落ち着けたらどうかなと思います。やっぱり、こういった投資ごとには、精神の安定、バランスっていうのが大事ですから、精神をね、 えー、育む日っていうのも必ず設けた方がいいんですよ。チャートばっかり見てたら、どんどんギスギスしていきますし、やっぱりね、頭が痒くなっちゃいますんで、<laughs> うん、やっぱりこう、自然からあ大きなエネルギーをいただいてね、自分の精神を、うん、育んでいく、そんな日も設けていただきたいと思います。楽しい映画を見るとかでもいいと思いますよ。はい。まあ、選挙もありますしね、あのー、やっぱり人の欲得とかね、権力とかね、金とかね、なんかいろいろあるんですけども、 うん、今日は大きな自然の流れに身を委ねてもいいんじゃないかなと思います。私も7月1日今日はですね、そこまで、うん、相場のことがついてみようかなっていう気にはならないですね、うん。まあそんなところでございます。はい、じゃあ今回は以上です。